神代で、ございます。今日はスサノオ岩見へ漂着するについてお話をいたします。スサノオとイタケルミコト夫氏はそれから数日して、その当時君王儀と呼ばれていた白国、後の白木ですね、白国の芸日湾を出港しました。ちなみに君王儀とは古代韓国語で、君は大きい、王儀は港、大きい港という意味でありました。その大きい港である芸日湾から日本海へへさきをまっすぐに東へ向け、小さい港である小木、すなわち沖の島へと航海の行く先を定めたのでありました。古代にあって芸日湾、沖、出雲が一つの海上交通のルート、すなわち白国と出雲の国とをつなぐルートであり、白国と出雲の国との交通を成立なさしめている道筋だったのでありました。この時のことを日本書紀は、この時にスサノオミコト、その子イタケル神を率いて、白木の国に天下りまして、ソシモリのところに居します。その後、ことあげしてのたまわく。この白木の国は自分が居住する国ではない、とおっしゃって、ついに羽を使用して船を作らせ、乗りて東の方に海を渡って、出雲の国の火の川上にある。いわゆるスサノオ・イタケル・ミコト夫氏が、白国は自分たちが居住するべき国ではないと判断して、葉に土でもって船を作り、日本海を東に横切って出雲の国の火の川上に至ったということが書かれています。すなわちスサノオ・イタケル・ミコト夫氏は四五隻の準構造船に分乗しては日本列島へと渡海したわけです。兵士の200人をも乗せるのであれば、準構造船四五隻に分乗するのもやむを得なかったと思われます。宗像水軍は1、2隻、あとは白国の芸日湾の水軍からの要船でありました。それはともあれ、それでは葉に土でもって船を作りとはどういう意味でありましょうか。まずこの辺から解明していこうと思います。古代、弥生時代の日本海を渡る船は大木をくり抜いて、それを3つも4つもつなぎ合わせ、その左右に弦を張り出し、そこに板を貼り付けた準構造船でありました。甲板上に館、船室と帆柱を持ち、両舷に10丁前後の貝を備えた双帆両用の大型船といってよかったのです。
その大型船の両舷の板を貼り付けた継ぎ目のところに漏水を防ぐために葉に土を塗ったのでありました。葉に土とは葉に質の緻密なキアカ色、オレンジ色ですね、キアカ色の粘土であります。これを赤土または粘土とも言いますが、古代人はこれでもって瓦や陶器を作り、またこれを塗ることによって船の継ぎ目の漏水を防いだりしたのです。以上、葉に土の船という言葉の意味を解説しました。葉に土の船とは泥で作った船という意味ではなく、板を張った隙間隙間に防水のために葉に土を塗り固めた船だったわけでありました。次に、船に乗りて東の方に渡りて出雲の国の日の川上にあるという一文の意味について解明してみたいと思います。すなわち、スサノオイタケルミコトフ氏は朝鮮半島の南部東端芸日湾から一直線に東へ向かい沖に漕ぎ出したわけです。沖に漕ぎ出すと南下する寒流の流れに乗ります。これに乗ってさらに南下すると北上する対馬暖流に出会い、それに押されて今度は日本列島の山陰道の沿岸沿いに北上することになるのです。そしてその北上する対馬暖流が最初にぶつかる陸地が島名半島の首根っこの後世の出雲大社付近であり、その付近の海岸線の伊豆湖下に到着したと私としては判断します。つまりはスサノオイタケルミコトフ氏は岩見の国、島根県西部ですね、岩見の国の海岸部から出雲の西方の海岸部に漂着したわけであります。この間嵐なんぞに巻き込まれなかったかと言いますと、嵐には巻き込まれたと私としては推測します。日本海の秋から冬にかけての波は北西の季節風が強くなり、気候の変わりやすい荒々しい三角波でありまして、スサノオイタケルミコトのそれぞれに乗る船も二人は別々の船に乗っていたと考えられますが、大いに揺れ流されたわけであります。四五隻からなる船団はちりぢりバラバラになったことであったでありましょう。それはともあれ、スサノオイタケルミコトフ氏の四五隻の船団は幸運なことにかろうじて岩見の海岸に着船することができました。それは芸日湾を立ってより数日後のことでありました。
最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。次回はスサノ里へ入るについて、お送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。